自転車に乗る機会が少ない嬉野市の山間部で暮らす小中学生がシミュレーターで正しい乗り方を学びました。この体験学習は子どもたちに正しい自転車の乗り方や運転マナーを学んでもらおうと嬉野市の大野原小中学校が行ったものです。児童生徒およそ30人が参加し、県警察本部のシミュレーターを使って信号が青でも左右の安全確認をするなど、実際に道路を運転する上での注意点を模擬体験していました。普段は乗らないです。もし自転車で街に出ることがあったら、今日みたいに人や車に気をつけたり、止まりの標識で止まったりしたいです。大野原小中学校は長崎県との県境、標高450メートルの山間部にあります。校区内は起伏があり、小中学生ともに徒歩で通学していて、自転車に乗り慣れていない子どもが多いということです。